よし、餌セッティング。セッティング完了。よいしょ。これで。これ見てください。中がね、つながってるんです。波みたいな感じで、はい、釣りに行くのにもね、おしゃれは欠かせないということで、これ女性の方にたくさん来てほしい。かわいいです。はい、こちらのウェア の私に好きなところは、あの色合いがなんかすごく可愛くて、海って結構寒いイメージなんですけど、オレンジでなんかすごい着てるだけであったかくなれるし、あと私が今回履いてるのはあのパンツタイプで、あのもう一つはなんかサロペットタイプがあるんですけど、パンツタイプだとですね、なんかなんだろう、履きやすい、すごく履きやすいし、なんかポッケもたくさんついてるので、なんかちょっとした貴重品とか大事なものとかも入れるんじゃないかなと思います。はい、私はこのピンクグレーという組み合わせのを選んだんですけれども、下もね、下のズボンもサーモンピンクの可愛い色で、ピンクピンクで、ピンク同士だけど違うピンクで可愛く決めてみました。しかもズボンはサロペットタイプではなくて、こちらの普通のねズボンの、はい、これだとねお着替えも楽ちんでとてもいいと思います。しかもあったかいので、今日は割と寒いんですけど、いい感じに防寒になってます。
なんかあのすっごいプリプリしてて甘いんですよ。お醤油かけなくても絶対美味しいです。はい、いただきます。あ、すごい、やっぱ自分たちで釣ったっていうのもあって、もういつもの100倍美味しく感じます。うん、甘い、うん、すっごいプリプリしてる。麻布十番の駅から歩いて2、3分ぐらい経ちましたか、はい、今2、3分くらい、ね、はい、のところにある、お、着きましたよ、こちら、こちらムーリーさんに来ました。こんにちは。お、すごい、すごい桜、ね、桜が咲いてる。あ、こんにちは。すごい、メニューがお願いします。お願いします。お願いします。はい、はい、あ、じゃあ私アボカドチーズバーガー一つお願いします。はい、はい、じゃあ私はマグロとアボカドのハーモニーお願いします。はい、私はサーモン&アボガドサラダワッフルお願いします。はい、お願いします。はい、お願いします。いやー、楽しみ。アボカド女子。アボカド女子。でもいいんだよね、なんか、アボカドってなんか野菜だと思うじゃないですか、うん、なんか食品成分表っていうね、うん、なんかその食事の、あの食品の全部のなんか、うん、エネルギーとかタンパク質とか全部の栄養素が載ってる本があるんだけどね、それの中だと野菜じゃなくて果物の中に入ってるんですよ。アボカド。そう、なんか果物なのかもしれない。そうだね。はい、お待たせしました。あー、かわいい。すごい、なんか思ってたのと違う。見てください、サーモンがお花の形の。本当だ。かわいい。すごい、すごい、すごいね。ちょっと見てください。これハートのパンがハート型です。すごい、もうパンから手作り感が溢れてますね。かわいいです。わー、すごい。マグロ見てください。すごい、マグロの下にね、マグロの下にアボカドが乗ってますよ、ね、すごいごま油の香りがする。いい匂いする。野菜もね、美味しそうね、うん、はい、というわけで私のアボカドのワッフルをいただきたいと思います。初めてのアボカド、どういう味か緊張。いただきます。うん、なんか、うん、アボカドの初めての味が。うん、なんかいいですね。野菜とこのワッフルの甘みがいい感じで、すごく美味しいです。いただきます。綺麗に食べた。味、何の味付けなんですかね。そう、うん、うん、なんだろう、すごい塩の感じが、うん、なんか結構そのまんまな感じがします。はい、私はですね、まずハンバーガーを作成するところから始まるんですけども、はい、しかもね、このなんか袋になってる紙袋が、うんうん、袋になってる紙袋、袋になってる紙を、あの、こちらの食べやすいようにこれに入れられるようになってるみたいで、美味しそう。そうよ、アボカド、よし、
わー、中にも詰まり、見てください、すごい厚みですよこれ。あ、持ち上げられるかな。いけ、いやー待って。こちらのハンバーガーすごいよこれ本当に、うん、ではいただきたいと思います。どうしようか、でもやっぱりお肉の部分も食べたいからこう、うん、こっちの方から行こうかな。いただきます。うわ、大きい口、うん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 、うわ、うん、うん、おいしい、ね、パンもね、うん、手作りって言ってたから、うんうん、美味しそう。そうですか、すごい中のハンバーグがすごい味が、もう下味がついててしっかり、うん、すごい、なんかこのひき肉なんですけども、これ何のお肉使ってるんだろう、合いびきとかかな、すごいなんか口の中でジュワーってこう肉汁が広がる感じがして、はい、すごく美味しいです。チーズもね、とろーりしててとても美味しいです。はい、それでは私もいただきたいと思います。よし、どっから食べよう、ね、マグロの下にね埋まってるのよ、ほら美味しそう、見て、これは一緒に食べるべきだよね、マグロと、うん、あ、もうめっちゃいい匂いする、ね、香りが広がってる、すごいすごい、美味しそう、いただきます。うん、うん、アボカドとマグロがすごい合います。うん、うん、うん、でね、もう味付けも本当に最高、美味しい、めっちゃ、やっぱごま油ですか、そう、うん、美味しい、本当に合うね、うん、アボカドって結構、うん、最近、うん、あのコンビニとかでも、うん、なんかアボカドサーモンじゃない、んエビアボカド、あ、エビアボカド巻きとかがあったりして、うん、本当にアボカドって合うなって思って、いろんなものと、うん、ね、もうこれ本当に美味しい、みんなにも食べてもらいたい、うん、うん、やっぱ無理だね。ダメ。君に伝えたくて、心の中溢れる想い、It's my life。特別企画、サラとユカと学校訪問。イエーイ。というわけで、女の子ダールは。おなじみの私、黒瀬沙羅とパーケンの小島優香でお送りしていきたいと思います。イエーイ。というわけで、今日は学校訪問ということで、うん、はい、この学校は、はい、ここの学校はですね、美容関係のことが学べるんですけど、ネイルだったり、エステだったり、あとはヘアメイクもあったり、美容系でカットするやつとかもできたりして、今回はなんとモデルコースというのがあって、私たちウォーキングを習えちゃうんです。おー、やったー。はい、サラちゃん、はい、初めてですか？初めてでございます。私はあのモデル志望なので、2人ともあのすごくいい企画だと思うので、今日はたくさんモデルの練習をしに行きたいと思います。というわけで、教室に行っていきたいと思います。行ってきまーす。では早速先生の方を
お呼びしたいと思います。先生お願いします。よろしくお願いします。自己紹介の方よろしいでしょうか。はい、ウォーキングの講師を担当しています、金原よしみです。どうぞよろしくお願いします。お願いします。はい、ではレッスンに入る前に、さらちゃんとちなかちゃんに普段どういう歩き方をしているのかを早速順番にね、はい、歩いていただきたいと思います。はい、はい、では早速私から歩いていきたいと思います。いきます。ポイント。
ない足があると思います、はい、かかってない方の足を横に向けて前にこう出します。ちょっと分かりづらいかな。そう、かかってない方の足を、体重がかかってる方、軸になってる方の足とかかってない方の足があると思いますが、かかってない方の足、フリーな足を前に出すけども横向きで前に出す。そして体重移動しちゃう。そうそうそう、これで一回ポーズを見せて、これがハーフターンとなります。ハーフターンと言われるもの、はい、そう、ポージングをしながらハーフターンをする、体重移動をする、そこからまた振り向いて帰ります。せーの、夢を売るというか、はい、ハッピーな気持ちで